タラットスクスアモクとは前期ジュラキから前期白アキにかけて生息したワニカタチュウワメ、新ワニ類のうち海聖種と半海聖種からなるグループである。そのため、このグループは俗に海ワニと呼ばれる。ワニメの中でも水中生活によく適応した分類群であり、一部の種はサメのような尾ひれとヒレ状の手足を発達させ、完全な水中生活へと移行した。 タラットスクスアモクはフロスによって提唱された。古典的な分類ではワニーモク、中ワニアモクに属する。この分類群を中ワニアモクの中に置く場合はタラットスクス下目となる。しかし分岐分類学的概念では側系統群である中ワニアモクは無効となるため最近はタラットスクスを独自のアモクに立てる場合が多い。タラットスクスアモクは 現在のワニにつながる系統から比較的早期に分岐し、子孫を残さずに絶滅した。現在のイリエワニが沿岸部に生息し、海水中でも活動することから、海ワニなどと呼ばれることもあるが、タラットスクスアモクと現在のワニとの間に、直接の系統関係はない。タラットスクスアモクは、半海生のテレオサウルス化と、より海中生活に適応した、メトリオリンクスカのニカからなる。 テレオサウルス科のうち初期の数種は非海生層から見つかっており、原始的な種類は陸上中心の生活を営んでいたのかもしれない。ペラゴサウルス属の分類は混乱しており、テレオサウルス科に含める説やテレオサウルス科とメトリオリンクス科の姉妹群とする説がある。一方で、ペラゴサウルス属をメトリオリンクス科の規定的な属とする説もある。本項目では、ペラゴサウルス属を テレオサウルス科の中に含めた。1894年に描かれたテレオサウルスの復元図、テレオサウルス科は、ジュラキ前期から、シロアキゼにかけて生息した。テレオサウルス科の特徴は、現世のガビアルのように細長く伸びた、噴部である。これで魚などの小動物を捕食していたと、考えられている。革骨板を持ち、手足もヒレにはなっていなかった。化石は、 アフリカ、ヨーロッパ、北アメリカ、南アメリカ、インドから見つかっている。また、中国からもこのグループと、オボシキ化石が見つかっている。ダコサウルスが魚流を襲撃している。ゾ造図、メトリオリンクス科は、ジュラキ中期から、白秋前期にかけて生息した。前足は縮小してヒレ状になり、革骨盤は退化した。水中生活のため体は、大型化し、 サメの尾びれを逆さまにしたような逆指型の尾びれを持っていた。メトリューリンクスカは外洋での水中生活に完全に適応した主流系類唯一のグループである。手足をヒレ状に変化させ、尾びれを発達させ、流線型の体型で水中生活に適応していった進化のパターンは同時代の魚流や広大のモササウルスカと共通しており、 一種の修練現象とみなすことができる。メトリューリンクス科は、オーストリアの動物学者、レオポルド・フィッツンガーによって1843年に提唱された。メトリューリンクス科は、メトリューリンクス赤とゲオサウルス赤に分けられる。メトリューリンクス赤の頭骨は細長く華奢であることから、メトリオリンクス赤は、魚類や、糖足類などの小動物を中心に捕食していたと考えられる。 一方、ゲオサウルス赤の頭骨は頑丈で前後に短く、歯には虚子が発達することから、ゲオサウルス赤は大型の脊椎動物を捕食していたと考えられる。メトリューリンクス科の化石は南アメリカと北アメリカ、ヨーロッパ各地から見つかっている。ステネオサウルスの骨格標本。背中側と腹側の革骨板が確認できる。ゲオサウルスの骨格標本。 オシイが途中で折れ曲がっている箇所に、サメの尾を逆さにしたような逆指型の尾びれがあったと推定されている。ありがとうございます。